にちは。今日は冷蔵タゴに来ています。ちょっとしたミニゲームがあって、ね、確かこのゲートから扉から入っていった気がするんですけど、こんな感じになってます。これ赤かな。あ、違う、これ青だ。青、これが赤だ。私たち赤チームになりました。もちゃん、これで打ち合います。私たちの他にアメリカ人の方が何人か行動であります。レッチン、あー、撃たれた、速攻撃たれた。やばい、どこに行こう。あ、撃たれた。やばい、撃たれまくってる。めっちゃキュッ、的になってます。撮影に停止します。めっちゃ的になってます。こんな感じになってます。あれ、意外とここら辺はいない。こっちの方がいないのかも。ここに隠れてようかな。お、3、2、1、ゲームオーバーです。終了です。1ゲーム目終了です。次からはちょっと頑張ってみようかと思います。難しすぎるよって言ってる。青チーム、青チームでエイス、私4位ですね。意外と打ってたみたいです。次は動画を撮らずにちょっと頑張りたいと思います。2回戦目、もうみんな仲間はいません。それぞれがみんな敵です。素敵です。ゲーム目終わりました。8位に入ってる。X ラインって誰？もう、ああ。彼が1位。イエーイ、ごめん。3ゲーム目は相手の人数が多かったので2人こっちチームに来てくれました。今更説明です。打つときはここを持ってそれで打つみたいです。私今気づきました。3ゲーム目です。3ゲーム目は新しい人たちとやります。Your team has taken the lead.
始まりました。私もやっていきたいと思います。3ゲーム目終わりました。今回はめちゃめちゃ炸裂しました。はい、マキシマムって誰だっけ。あー優勝パフパフ、面白かったです。アメリカのクレーンゲームでーす。そしてぬいぐるみのクレーンゲームもあるんですが、やっぱり日本とちょっと違いますね。バスケット